フィッシュチップスに添えられたマッシーピーマッシーピーはイギリスの豆料理の一つである。乾燥したグリーンピースを炭酸水素ナトリウムを加えた水に一晩浸し少量の砂糖と食塩を加えて濃厚な緑色の塊になるまで煮たものである。風味付けにミントを加えることもある。北イングランドやミッドランドでは伝統的にフィッシュチップスに添えて提供される。 イギリス全土、特に北イングランドでは、パイピーとして広く提供され、伝統的なイギリス料理の一部と考えられている。また、鈴の缶に入った市販のものもある。球場にまとめてバターで揚げた、ピーフリッターという料理もある。ヨークシャー、ノッティンガムシャー、ダービーシャーとリンカンシャーの一部では、マッシーピーはしばしばそれ自体で、スナックとして食べられる。 ノッティンガムシャーでは伝統的にミントソースを添え、フェアやフェスタ等の野外イベント等で販売される。またノッティンガムシャーではチップスにマッシーピーを添えたものはピーミックスと呼ばれる。スコットランドでも人気があり、フィッシュチップスに添えたり、ボールの中ですと混ぜたりする。特にボルトン、ベリー、プレストン等で人気があるのはパーチットピーズを水に浸し、長時間かけて、 ゆっくり煮たもので、伝統的には、酢と共に提供される。ヨークシャーのキャビアと呼ばれることもある。しばしば色付けに、緑色の着色がなされ、黄色のタートラジンと青色のブリリアントブルー FCF が加えられる。着色なしの場合は灰色がかった緑色であるが、着色量を加えることにより、明るい緑色に仕上がる。豆を柔らかくするともに発色を良くし、 新種中の発酵を防ぐため、炭酸水素ナトリウムを加えることがあり、食べた後のへも抑制される。2008年4月28日、英国食品基準庁は、人工食品着色料の自主的な禁止を求め、2009年末までに、その禁止を実行に移すことを示唆した。これは、マッシーピーのような特定の食品は、着色料のないものでなければ販売できなくなることを意味した。 大臣は食品製造業者が食品着色料を廃止しない場合は法的に禁止する可能性があると述べた。2018年時点でこの禁止は続いている。特にマッシーピーの場合はベータカロテン等の天然の代替色素では色が弱く不鮮明でタートラジンを置き換えることは難しい。そのため製造業者は可能であればタートラジンを使いたがる。 着色料なしでは料理は鈍い灰色になってしまう。2010年7月 EU 指令によりタートラジンを含む食品には子供の活動や注意に影響を与えるかもしれない胸の警告を貼ることが義務付けられた。ありがとうございます。